ちゃって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。インコマッカーのメーターで今日は、やらせていただきます。どうも。はい、じゃあ1曲目、この曲はですね、実はここで生まれた曲でございます、ビッグアップルで生まれた曲でございます。はい、2月にですね、須山久美子さんという、はいはい、ね、大先輩と一緒にやらせていただいた時に、イベントのタイトルが愛に来いっていうタイトルで愛に来いというタイトルの曲がその時6曲、7曲ぐらいできたと。愛に恋だらけ、なんでやねんっていう、うん、そう。で、そのうちの1曲を完成させたもので、タイトルも、ゼロになりたがるという、タイトルに変えましてお送りしたいと思います。じゃあ、行きましょうか。
いや始まっちゃいましたね。今日はね、あのね、ちょっとあの、実はね、あのちょっとトラブルが実はありましてですね、あのビッグアップル大停電という、あの私ここに来たら真っ暗で、加藤さん何が起きてるんですか、ブレーカーが壊れ、落ちたんじゃなくてブレーカーが壊れた、つかないよ、つかねえみたいな、つかへんねんって出てきたんじゃん、そう、なんか電気つかないんだよって言って出てこられたという、どうしよう言って、でもね、ゆみさん、あの話、あのかっこいい、あの管理人さんの話、そうそう、管理人さんがスクーターでシューッ来て、めっちゃかっこいいの、そう、どうした、大丈夫か、よくわからないけど、そう、シューッとかっこよかったの、シューッ来てね、キュー止めて、大丈夫だって言って管理人さんがね、あれは結構かっこよかったですよね、あれもうあれで今日は大丈夫やな、そうなんや、はい、あのことだけを言えまして、たとえ電気つかなくても、そう、やっぱアコースティックピアノもういけるかな、アコースティックドラマあるからなんとかなるやろ、あとフェイタンチョね、私がどうしようもない、いやいや、朽ちてるみんな、朽ちてるみんな、じゃあやります、ゆきえさんとペアで、ね、朽ちてるみん、そう、朽ちてるみん、はい、うまいあ、ほんまや、うまかった、やりましょう、あとね、一緒にあのぜひ朽ちてるみんもやっていただきたいと思います、ほな、ね、いきましょうか、はいはい、ほな次はですね、ちょっとおとなしめな曲やね、これ私のリクエストなんですけど、はい、出雲真紀子さんの曲で、ありがとう、なんか最初に聴いた時よりも3回目、4回目とかのがどんどん、そんなハードルを上げてるのかしら、ほぼほぼあの心にドキドキしちゃう、グッとくる大人の恋の話を歌っていただきましょう、じゃあ必勝っていうこと何よ、これ演歌、演歌、歌謡賞になった歌謡賞になった、ほら必勝っていう曲を、はい、やらせていただきます、はい、行きます、ごめんね、もうここにはいられない、あなたを
高め合ってるからね。もうというか褒め合ってる。そう。もうね、褒めて伸びる二人なんで、ほんまに。でも大事。お互いハードル上げ合って。いいことですよね、それね。そうそう。高め合ってる。高め合ってる。ね。うちら男と女やったらよかったのにな。なんかラブが。ラブやね。ラブが分かったかしら。ラブやらしいわ。スケベやわ、スケベやわ。ドキドキしてきちゃった。今もう心の音が出たわ、ね、今出たね。もう今もぞもぞしてたよね。今 ね、でもなんか恋はいいわね。恋いいわね。あ、またその話。いや実は名古屋でもそういう話になって、なんかね、あの名古屋であのいつも一緒にやってるアコーディオンの宇賀京子、宇賀京子、宇賀京子に今何が見たいって言ったら、彼氏が欲しいって言ってて、宇賀さん彼氏がいないの？そうなのよ。こんなところでみんなに聞いて、いやもうみんなに公開してるから大丈夫。彼氏が欲しいって言ってたしな。もうすごかったですね、あれもね。あれすごかったですね。何かしら心の叫びでしたね。ドキドキしちゃったわ。でしょ？もうこんなとこでいいのかしらみたいな衝撃だったわあれは。本当ね。でね、あの前回は本当、あの今日はね、あのゆきえさんもいらっしゃるんで、はい、あの男の子が一人いるんですけど、前回そのね、名古屋の今井家でやった時完全女子だったんで、女子会みたいな感じだったんで、すごいね。でしょ、もう次はちょっとフェイちゃんも来ていただかないと。女子といえばやっぱね、おしゃべりがね、ね、おしゃべりに言っとくということで、ということで、うまいね、うまいわいわ、うまいな、流れ作るのがな。本当に。じゃあ次の曲はですね、そんな女子トークということで、おしゃべりタイムという曲をやらせていただきたいと思います。イエイ。
決まり事だけやったり涼やかでてこない、ああ私たちはすぐに集まってくる、そしておしゃべり夜通しのおしゃべりだ、私たちは背中を進み合ってくる、そしておしゃべり自由ね。自由よね。いや自由だね。ごめん。いつも私たちは自由。自由。じゃあ今日も自由。今日も自由だよね。ね。フリーダムだよね。おお。これはあの完全なる敗北という曲はチャレンジしますか。はい。できますよ。よっしゃ。よっしゃ。自由ですから。自由だからね。はい、今日は本当もう今日はじゃない。今日もだね。本当に自由だよね。この自由を皆さん満喫していただいて。いやいやいや。ああフリーダム。いいですね。なんだこれいいですね。なんだ宗教の集まりですかこれ。フリーダム教ですね。フリーダム教。教祖フリーターン。いやなんで私じゃないですよ。だってこんななんかさ怪しい楽器。もうなんか神様のなんか言葉がこれでこう実施できるみたいな。私なんかできますかね。いや今ちょっとなんかやれそうな。って。こういうことだった曲を弾いてって思ったのに、もう一回ショットチャンス。じゃあお願いします。じゃあ次はですね、完全な教団の写真をやります。教団の写真完全
やっぱあのちょっとねあの被り物はちょっと不向きということでちょっと今日あのなんかね髪の毛縛ってる。この間は爪の落ちちゃったし。この間はそうなんですよね。あの2日前ですね。あのハロウィン企画で企画でも何でもないんですけど角をここにねつけてたんですよ。それはねやっぱ途中で一歩も持たなかったみたいな。ね、あの被り物不向きということでね落ちました。まあ野獣のようなね野獣ですからね。いや私はあの個人的にはあの野生の小動物をイメージしてたんですよね。そうなんや。これプレーリードッグなんですけど。プレーリードッグなの。そうそうそう。そしたらなんかやっぱチーターとかそういう違うんですけどね。キャラクター的にはプレーリードッグみたいなイメージしてるんですけど、どうも違うというわれてるというね。おそんな感じでちょっとフェイターンタイムに行こうか。いやフェイターンタイムに行きましょうか。先生お邪魔してます。いやいやいや、ここからじゃあちょっとフェイさんフィーチャリングで今日ね、この後ね、出られますユーミン原さんたちが、はいはい、あまりにかっこよかったのでもうちょくちょくかっこいいですよ。かっこよかったので私こんな自分でもまあでもねいや行っときましょう。ドキドキしながらもね行っときましょう。じゃあ音楽の説明をね。あそうか、はい、まああれです。私あの北海道生まれなんですけれどもね、うん、実家に帰る時に毎年こう帰るもうバスの窓から見えてる風景がどんどん変わってって、でもあの変わりなくお母さんは家で待っててくれているなと思った気持ちをこの電波に乗せて一曲書きました、うん、ぜひ今日は二人でやりたいと思います。皆さんも実家お母さんとかねいろいろ思い出して聴いてくれるといいかもしれません。では歌っていただきたく、このユウさんのマイクもちょっといいですかね。あそこにももう一個あるけど、このマイク使ったよ。
あ、すごい、なんかもう愛を感じたわ今。俺のマイクを使えよ、俺のマイクを使えてみな。そっちで歌うのね。そうなんですよ。オッケーオッケー。そうなんですよ。よろしいですかね。前前前前して。あ、これはね、くるくるくるっと回った。ちょっと私、すいません、こんな私。ね、私がここでテルミンとか弾けたらかっこいいけどね。弾いてください。ね、ちょっとそれはあの、なんかもうお茶を濁しまくりすぎるので、ちょっとこういった楽器で逃げたいと思います。そうそうそう、あ、これこれ、はい、大丈夫です。じゃあ、ありがとう。あの、私アルバムを今年ソロアルバムっていうのを初めて出しましたんですが、深海電波音楽会というちょっと気持ちの悪い自分が自分があの、いや、なんかあの提灯あんこみたいな、そうだよね。そう、あ、広がってるね。広がってるやつ、これですよね、これですよね、これこれこれ。そうそう、そう、ジャケットがね、あの、自分がナマコになって深海にいて、それがあの、光がないもんですから、口からアンテナと、アンテナを出して光らせ、集め、食べ、そしてなんか私のお腹の中で音楽を聴きながら溶けていって死んでいくというストーリーを、こう、素晴らしい、もう素晴らしい、いやいや、っていうのを作って今日も持ってきておったりするので、はい、まだあのね、購入されてない方はぜひ、はい、いいアルバムです。とてもいいアルバムです。そのアルバムの気持ちをもう湧いてますね。湧いてます湧いてます。来てくれてる、信者。あ、ありがとうございます。兄弟そのアルバムの中でいろんなことがあって、いろんな時に辛いことがあったりね、そんな時みんな支えてくれたことはこれだという歌を一曲、せっかくなんで歌わせてください。わー、確かクラスこの街開けてはくれゆく毎日、目には見えない空気の中にいろんなものが混じってる、呼吸をするたびにいろんなものが入り込んで、ため息吐くたびに出ていった。昨日は悲しいことがあった、今日はちょっといいことがありました。明日の自分は見えないから、それ面白いんじゃないのかな。まばたき忘れたびにいろんなものが入り込んで、涙を流すたびに出ていった。マキコ行け。ばかりして
こともあるけれど、たまには全部置いてきて、いいところで歌おう、いいところで。一緒にやるとちょっとこうお嬢言葉になってしまうのですけれどもいつかあの沼にあの私も参戦しようと画策してるんだが、そうやな、あのっていうか、実はね、あのもうみんな知ってると思うけど、同い年なの で、 そうなんです。同い年でね、向井さんも同い年です。そう、それそう、同い年で。そうなの、はい、3人とも同い年なんですよ。すごい、すごいでしょ、でもそんなね、なんか本当にすごい久しぶりじゃなくて、うん、初めて会った時から久しぶりみたいな、ね、そうだね、よだって会ってまだ、会ってまだ半年も経ってない、この仲の良さ高め合いっぷり。そうそういや、だから男と女やったらな、電光石火のラブやでっていう話やろな。そうでも、ね、あのそんな3人で、はい、なんかいいことができたらなと思って、来年はちょっとちょっといろいろ考えております。だからイエーイ、ありがとう、よろしくお願いいたします、ね、ぜひ遊びに来てください、はい、また一緒にやりましょ う、 しょう。それじゃあ最後の曲いきます。じゃあフィーちゃん、あのロングバージョンでやりましょうか。何の曲だったかしら。フラクタルよ。うわ嬉しい、ロングバージョンで大好きな曲や。ありがとうございます。フィーちゃんもうまた何その、高め合い、もしかしたらすごいね、ええことよ、ね、ええ、じゃあこの曲をやりましたね。次はいよいよユミさん率いる、引き出るの、かっこいいよね、引き入られてるのか、あのもしくはなんかこう引っ張り合ってるのかちょっとわからないんですが、あのドールハウスレジデンスお待ちかねの、いよいよ登場でございます。じゃあもう一曲だけお付き合いくださいませ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。マイクがね、遠かった。あんなにキラキラしてるのに。本当ごめん。いやいやいや、ごめんなさい。あんな天使の、これは申し訳ない。天使のこのキラキラを。いや、じゃあもう一回ね、あのちょっと仕切り直して。じゃあ、ペイちゃん。今もドキドキしたわ。ドキドキしたね、ごめん、ね。マイクがね、ちょっと思いがけず遠かったんだけど。あ、よし。ね、ごめんなさい。失礼いたします。いろいろありがとう。じゃあ、最後の曲、フラクタル、いきたいと思います。向こうまで僕らの旅
ありですね。人の曲なのでさ、そう、なんかもう MC に参加してもらっちゃったみたいな。